第60回茨城県食品衛生大会にあたり深く感謝の意を表します。どうもありがとうございました。第60回茨城県食品衛生大会を進めてまいります。皆様がここまで手を携えて大会に強まを実践し、食の安全確保に力強く邁進してまいりましょう。今年はポストコロナの元年です。しっかりと皆さんの仕事がですね、どんどん伸びられるように、国内、県内、国内、さらに海外を見据えて、羽ばたけるように、県としても最大限の努力をしてまいります。食品衛生業界の機動性に尽力し、食品衛生の重要性の普及向上に多大な貢献をされました。よって第60回茨城県食品衛生大会にあたり、その功績を多大表彰します。社長、私たちは食品に携わる者として、食が人の健康を保つ礎であることを深く認識し、食品の安全性を重視し、消費者に信頼されるよう努力してまいります。日本でガンダを告知しないのは、例えば本人が生きる気力をなくしたら困る、自殺しちゃったら困る、